御霊信仰とは、人々を脅かすような天才や、薬病の発生を、恨みを持って、死んだり、非合の死を遂げた人間の、怨霊の仕業とみなして意欲し、これを鎮めて、御霊とすることにより語りを免れ、平穏と繁栄を実現しようとする日本の信仰のことである。日本では、人が死ぬと魂が霊として、肉体を離れるという考え方は、 例えば縄文期に見られる屈草の考え方のように原始から存在していた。こうしたことから、見たまなり、魂といった霊が人々に様々な災いを起こすこともその頃から考えられていた。古代になると政治的に出脚したものや戦乱での敗北者などの霊がその相手や敵に災いをもたらすという考え方から平安期に五霊信仰というものが現れるようになった。 清掃や戦乱の頻発した古代記を通して、怨霊の存在は、より一層強力なものと考えられた。怨霊とは、清掃での失脚者や戦乱での敗北者の例、つまり恨みを残して、記号の死を遂げたものの例である。怨霊は、その相手や敵などに災いをもたらすほか、社会全体に対する災いをもたらす。古い例から見ていくと、藤原博次、井上内親王。 おさべ神皇さわら神皇などは亡霊になったとされる。こうした亡霊を福井させたり、死後、神を送り、その霊を鎮め、神として祀れば、帰って、御霊として霊は鎮後の神として平穏を与えるという考え方が平安期を通して起こった。これが御霊信仰である。また、その鎮魂のための儀式として御霊会が、宮中行事として行われた。記録上、 最初に確認できる御霊会は863年5月20日に行われた上泉園で行われたものである。この最初の御霊会で、須藤天皇、伊予神皇、藤原大夫人、立花大武、文大武、観察師の6人が祀られた。後に、井上皇后、おさべ神皇、唐井天神、霧精霊を加え、観察師と伊予神皇が省かれた。 八諸五両として御霊神社に祀られている。北の天馬宮御霊信仰が明確化するのは平安時代以降であるが、その上限がどこまで遡れるかどうかは人によって理解が一定していない。史料的に確実な例として挙げられるのは、俗に本気の原望の卒伝に見える藤原博次の怨霊であるが、それ以前については意見が分かれている。 聖徳太子が怨霊であったとする、梅原武の説は証拠に乏しいが、蘇我宗家の滅亡にその兆候が認められるとする、八重樫直彦のような理解や、大津美子にその発端を見る、田中図を見らの説は、不創略起、薬師寺演技のように後世に下る資料によらざるを得ない欠点はあるものの、一定の論拠を有している。また、長屋王については、寺崎康弘が、 天平七年以降に大流行し、藤原四白押しに追い合った天然痘と王の音量とが関連づけている。この長屋王に関しては、藤原広次と時代も近い点から見て、ほぼ疑えないと思われる。ただし、本郷新章のように、長屋王や広次の音量の記事は、俗に本気が平安時代の編纂まで下ることから、この時代の殉職であるとみて、 沢良ラ神以前の怨霊の存在は認めがたいという見方もある。現状では、奈良以前の例については、確証を得がたいということになろう。なお、小説家の伊沢本彦は、逆説の日本史において、古代の日本は中国文明の影響によって、子孫の祭祀の絶えたものが怨霊となるとして、これをプレ怨霊信仰と呼び、それが、長屋王と藤原四氏の事件により、 冤罪で死んだ者が音量となるという、日本的音量信仰へと変化したと提唱している。ただし、伊沢の説は、定説として確定していない、梅原の説を、ほぼ全面的に承認しての論である。この古代の音量について論述したものは、あまり多くはないが、区間省に、新たにこの音量も何も、ただ通りを売る方の答えることにて侍なりとあり、また音量が現れるのは、 意思を結びたあだにとりという形式を踏むとしている。少なくとも辞縁は、音量というものは、現れるだけの理由があって現れるものであり、それは、意思を返すためであると論じている。辞縁の認識が古代から、中世の一般的な認識であったのかはわからないが、この序述によれば、やはり音量というものは、非号の死、恨みによって生まれるものと考えられていたということになる。 平安時代から鎌倉時代にかけては、ストク条藤原頼長、安徳天皇、言葉条皇、純徳条皇、五代五天皇などが怨霊となったと恐れられ、朝廷や幕府は、異部や、異例のために自社を混流している。南北朝期を通して、こうした怨霊鎮魂は、仏教的要素が強くなるが、それでも近世期の山や清兵衛や桜相互などの、 最人に見られるように、御霊信仰は衰退してはいなかった。それを最も端的に示すのが、太平記であって、仏教的な影響を受けつつも、南北朝の動乱を、怨霊の仕業とする立場を見せ、社会を変動させる原動力であるとみなしている。これは、厳平合戦などの世の乱れの一員に、ストクインの怨霊の影響があったと見る、方言物語。 平家物語のあり方を一層進展させたものと認められよう。また、一般に五霊信仰の代表例として、鎌倉健五郎が語られることが多いが、彼は怨霊というよりは超人的な英雄としての性格や、それへ信仰に基づく面が強いように考えられる。鎌倉健五郎に関しての話題は、民族学的な面からも見る必要がある。 八坂神社御霊信仰に関連するものとして、疫神信仰がある。これは、いわゆる薬病神の放送神や風の神を祀ることによって、これを防ぐもので、御霊信仰に類似するものがある。有名で、全国的なものとしては、五図天皇を祀る祇園信仰がある。五図天皇は、薬病や災いをもたらすものとして、京都の八坂神社に祀られ、祇園信仰が起こった。 全国で、八坂神社、祇園神社、薬雲神社を称する神社には、かつて五図天皇が祀られた例が多い。ただし、明治の宗教政策により、現在は、須佐野の村を祭神としている場合がある。現在の祇園祭りもこの五図天皇に対する信仰から起こったものである。五霊の音が似ているために、五郎の名を冠したものも多く見られ、 鎌倉県五郎神社や鹿児島県大隅半島から宮崎県南部に見られる野五郎どん祭りなどの例が挙げられる。全国にある五郎塚などと称する塚は五霊塚の喧嘩であるとされている。これも五霊信仰の一つである。柳田国は蘇我兄弟の墓が各地に散在している点について五霊の墓が蘇我物語の伝播によって ソガコロウの墓になったのではないかという説を出している。天皇は中世には、祇園の御子子御所近くを通る際にはその怨霊を恐れて、カたタガを行う慣例があった。これは擬音、祇園会カたタガエ、霊会をカたタガ行行、カたタガ行行などと言われ、特定の故障はなかった。ただし、このカたタガは単に激しい雑踏を避けるためのものであったとの異説もある。 谷川健一町、祭りとしての安保によれば、60年のデモは、祝祭であり、神馬道子の死は、祭りの際の池に家で、その後の岸内閣の総辞職は、時の異性者がご霊を恐れたためという、ありがとうございます。